前回ね、まあ、前回というか前々回くらいからね、私たちウルブスはね、すこぶる調子が良くてね、前回は3試合やったのかな、結局。3試合やってね、まあ、3勝0敗と、圧倒的強さをね、誇って、無事ね、前回も終わって、なんだかんだ、何連勝かな ?1、2、3、4、5、6、7、違う、6か。うん。まあ、引き分け挟んで、引き分け挟んでも一緒か。6連勝中なんでね。まあ、最近のチーム状態はすごくいいかなと思います。まあ、その中でね、なんだかんだ我々ウルブスは、現在ね、プレミアリーグ2位ということで、まあ、申し分ないかなと思います。はい。とは言いつつも、現在ね、こう見てもらったらわかるように、1位から5位がね、めちゃくちゃ接戦なんで、うん。1位から5位がとんでもなく詰まってるんで、ちょっとね、まだまだ、気がね、抜けない戦いが続くかなと思います。その中でもね、これからね、今日はまあ2試合ぐらいやって終わろうかなと思ってるんですけど、これから3試合連続ビッグシックスということで、マンチェスターユナイテッド、アーセナル、トッテナムとね、この年末はね、大忙しということで、そんなね、まあ、少なくともちゃんと強いチームたちとね、3試合連続当たるんで、ここしっかり勝てればね、プレミアリーグ優勝なんかもね、もう圏内に入るかなと、思うので、大事な試合なんで、しっかりやっていきましょ高う。いいいね。上で PK の判定が下されたいいようでよ。す。左、はい、左上ウェがっストてハるけムどユナイな。テッドにダイレクト PK いけがれば与え強かっまたんじしゃた。ない？いいんじゃない？絶好のチャンス。いや、そこでこパこスしでても見通らん事だなろタックル。う。そこパスしても通らない。見えてたやん。さあボま、ールを前あ、に惜しい。運びます。次になりちょっまとす。ま頼だむっ順位て。の話をするのはいいまだね。早いでしょうかね。少いや、なく相と手もやこるの試な。合でチームが引き分けを狙うさこすとがはな万さ有そうやです。ね。ディフェンス悪くねえぞ、相手。さて、トッテナムホットスパースタジアムさですが行個のわれて力あいるる試ね。合に動きに運びいいまね。まあ、す。攻められているよ。チャンス、チャンス、チャンス。これいいんじはゃない？いいところに通してきいました。やー、今入らチないャンスか。でしたが決められませんでした。今入らないキーパーか。が落ち着いまあ、て入っ対た応としましてたも、ネベスね。が前いたからあれだな。ネベスに当どたってちたららのオフチーサイムドだっからたもな。得点につながりそうな。頼むよ。いやー、通されてるよ、ほう簡がく単パスに。で裏を狙い大ま丈す。夫か？これはチャンおいスだ。おいおいおい。ラッシュフォーナイスナイス。ド。コリンズいいディフェね。ンスがブロックしました。しっかり。まあ、ナイスナイス。ナイス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 。お前がこかしたことで生まクれリたスティわ。アーノ・ロナウそのド。チャンスが。トラオレいいんじゃない？戻すか。うまいよ、トラオレ。ロナウド？行くんじゃない？さあクリスティアーノ・ロナナイウドのチャンスにス。この大歓声。先制ゴールを決リめたベンのジはしクたリスティアーよ。ノ・ロナウドです。俺を放出させたこと後悔させてやるよ。と言わんばかりの左足。来たリプレイを見てね。みましょう。浮かせたこパれスをディフよ。ェンダー越しにつなぎまし冷た。静にこう、一そして回ね。フィニッシュはクリ一スティ回フアーェイノ・ントロすんナウだドよな。の強烈なミドルシュートでし右た。に行くと見こせのか距け離ての左シューにトに行自く。信があるんでしょうね。もうディフェンス騙されてるもん。マンチェスター・ユナイテッドさんやらかしましたね。あなたが放出した選手がね、巡り巡ってプレミアに帰ってきたわけよ。いいね。守りきれよ。大丈夫か？大丈夫か？ブ開くルーノ・よ。フェルナンデナイスナイス。ス。ここはキーパーが飛びついて守ります。こういうので、サクッといかれるんだから、シショーョートトコーコーナーもナー。慣れろよ、お前ら。トラオレ何してんのブよ。ルーノ・フェルナンデス。トラオレちょブこちルーょノ・こフしェてルる。ナ危ンないデスよ。戻します。ナイスナイス。こさあ、うのまシいュートよ。はキーパーナイがスナイス。68分を過ぎたところです。いいパ素ス出晴たらしいボールね。です。ねえキとーいいパー反よ。応した。ボールを誰弾ラストく。パスあれ、祖母か。いいね。引き締ボまっールたは試合カだゼわ。ミーロへ。いや、いいボール来たよ。スペースに見いや、事これなは動うきまいです。な。危ない。危ポねえストに当たっな。た。キーパーのセーブでコースが変わりましいや、た。うまいな、相素手。晴らしい読みでインターセプトいや、しまし相手た。隙がないぞ、マジで。さあユナイテッドが徐々に押し込んできまし危た。な。同点のチャンスとします。いや、これ気をつけないよ。気引き締めろ。ここは一気に攻め込んでいくのいや、いか。いパス通すな。風見るやる相ね、手のカ風ン見ターでる。す。数的優危位ない、を作られてしまった。ロールスタイム長いよ。危ないよ。狙った。ナイス、攻めろ。これナイはス、ナイディス、フナイレクス、ションナイでス、す。ナイス、決ナ定イス。的ナイなス。シュートでしたがコースがいや、変攻わっめてろ、しいいまいましな。た。ソボスライ。ナイス。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はロナウドよかったこの選わ。手は期待にたが決めわてぬくれて活よかっ躍を見た、せてほんくれましと。たね。マンチェスターユナイどうトも見相手に決めな事いなパフォーマンスと。でしたね。マンチェ相ス手ターにユナイかトな相手りに警決め戒るされのてがいさましすたがやが、わ。そんな中でも待って勝ちまとしたゴールをよ。決めてくるのはさすがでロす。ナウドが決めたんだから。
大歓声に包まれています。森ニュースタジアムへようこそ。まあ、かかってこようとは言うけどな。さすがに今日力は高いからな。そこは簡単にはいかないだろうな。言うて。ルバーハンプトンバンダラーズがアーサルと戦います。サリバ取ってるからね。これは面白い組み合わせになりましたね。サリバ取ってるから。早速試合の方を見ていきましょう。言うてそれがでかいんだよな、まず。まずそれがでかい。いやー取りたいよ。あんまりちょっと危険なエリアまで。かなり押し込んできました。もう入られないようにしたいな。じゃウーデゴじゃないあれウーデゴ。いいねサリバ。サリバー。スライディングタック。でかいでかいドリブルが。ファール。ここに来てウルブスのメンバーが活躍してるな。いいね、祖母。祖母。いや、祖母。ゴールに迫るも、祖母どうしたん。ここはキーパーがセーブします。セリカ、セリカで。いや、サリバ何してんの。ジェズス。ジェズス。しかし、キーパーが難なくセーブ。スルーパスが見えない。いいね、ロナウド。ロナウド、この人数避けられない。うまいな。いや無理だよ、通らない通らない。ちょっとアイディアがないな。パークで行われている試合に動きがあったようです。足で取られ1点目のゴール。ナイスナイス、いいよ。ロナウド何避けた。おい危ねえな。見事なボレーシュート。ファールじゃねえの今の。スコアは1。あどうなんだこれは。おい、いや、わかんないな。こういう時どういう判定するかわかんないけど。まあ、ボールに行ってると言われば、もう行ってんのか。なんかでも、プレミア、なんか見た、これファール取らないか。なあ。さて、ここでスタジオから情報が入ってきました。ぶち破れ、ぶち破れ。セルハーストパークで行われている試合で。うまい、ロナウド、うまい。スコアが動いたようです。あ、いいね、いいね、いいね。最初のゴール。いやー、もう、アイデアがない。マジでアイデアがない。発想力が低すぎる。皆さん、無理なドリブルすんの。以上、高い状態。チャンスした方がいいわ。その動きをお知らせしました。じゃあ、空いてる空いてる。なんでもな、1枚しかないじゃん。おいおい。ラッキー。アーセナル決定的な場面を作り出したものの、それはラッキー。無理なドリブルやめようって言ったやんけ、前みんなでさ、ミーティングの時に。ナイスナイスナイス。ディフェンスマジで硬いな。アーセナルの次の試合ですが、いいね。いや、いいね。そうそうそう、ワイルドなプレー見せ、ワイルドな対戦ですね。結果はもう見えてると言ってもいいかもしれません。ニュートラルいいよ。通らないか。まあ、今のはディフェンスうまかったな、相手が。過ぎたところです。報告ありがとうございます。いやー危ないな。押してるだろ今。おい、危ない危ない。掴んでる掴んでる、今掴んでたって今。おいおい、足かけるなよ。クリスティアーノ・ロナウドが打った。おいおい、キーパーがセーブ。審判どこ見てんだよ。ファールだろう。ダメよ。いけいけいけ、ロナウド。いやー今度はボールを変えてきますでしょうか。いやー悪くない、悪くないな。いや悪くないな。ゲーゲーロナウド行け。中を狙うか。いや、コブラあるよ。で対応したんでしょうか。まだ危機を出していません。リリーマン今の決めなきゃダメだよ。ボーガで勝ったのに。あ、勝っちゃったの。あ、おどど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 キーパーのミスでしょうか。これはいけない。ちょ、ロナウド冷静行こう。じゃあ冷静行こうよ。ここで長いホイッスル。この試合はスコアレスめちゃくちゃ忖度されたよ。勝ち点を分け合った形ですが、この結果は相手キーパーにお金渡したでしょ今ロナウド。さっきのポストプレーの時に。有利に戦えるのですから、もっとゴールに。ロナウド買収したのに決められてないじゃん。で三号ぐらいなら結べるかもと。うんうん、了解です。カモングリズマン行きましょう。よろしくお願いします。本日はお日柄もよく、大変足元の悪い中、よく言われるやつね、どっちだよっていう。よろしくお願いします。グリーズマン選手をうちに欲しいと思ってます。けどもうちはプレミアリーグ優勝を目指してます。力が欲しいです。グリーズマン獲得のために3300万支払う準備があります。4400?そんな払えと ?32 歳ですよ。そんな甘くないんじゃない。ねえ。3800万お願いします。こいつ。
これ以上妥協するつもりありません。4000万しめちゃん。お、しめちゃんナイス。4000万ナイス。お招きいただきありがとうございます。チームの中心としてシーズンを通してスター選手に役割は当たり前だろう。当たり前です。それはそうです。このくらいは競争まあ競争激しいもんな。確かに2年契約、まあまあ年も年なんで分かります。安グリーズマン、え、グリーズマン20ゴール大丈夫？グリーズマン20ゴールお前いける？お前あんましゃしゃんない方がいいぞ。今から20ゴール間に合うか？グリーズマンもう半分ぐらい終わってるぞシーズン。どうしよう、でもこれアトレチコで19ゴール決めてんのかな、もしかして。もっと安く絶対買い叩けるけど、なんか複雑になって例えば給料9万とかになるぐらいだったらもういいかな。20ゴールなめんなよグリーズマン、プレミアなめんなよ。いいでしょ、俺らヨーロッパリーグもチャンピオンズリーグもないからな。分かってるよな、稼ぎどころないぞ。ああで B なんだあデフォルトで B なんだ。あそうなんだ、じゃあまあいい補強。え、ウィングてかそのうちなんだグリーズマン。じゃあところで今日はね、まあグリーズマンを確保して、グリーズマン確保して、試合としてはマンチェスターユナイトでね、しっかりロナウドが決勝点決めて勝って、アーサル引き分けと、まあ、負けないだけようやってるってな感じですかね。